はい、こんにちは。佐々木塾塾長でございます。今日は、保護者様向けのアドバイスになります。お子さん提出物ちゃんと出してますか？まあ、学校とか塾の提出物ありますよね。いろいろと特に大事なお知らせの紙なんかを締め切り過ぎまでずっと持ってて大変なことになったことあるんじゃないですか？男の子に特に多いですよね。まあうちの子も結構そうでしたし、まあ私自身も正直言うとそういうことありました。で、今回お話しする方法は実際にうちの塾生のお母様にお勧めしたところ、なんとピタリと提出物をお母さんに渡すのを、ね、忘れてしまうというのはなくなったという、そういう方法をお伝えします。まあ別にそんな難しい方法じゃないんですけど、ノートを一冊用意してください。まあこういう普通の大学ノートでもいいですし、まあちっちゃいノートでもいいですよね。まあそれはお子さんが使いやすいようなものでいいです。それを提出物ノートというものにしましょうと、こういうことです。はい。で、このノートの使い方なんですけど、まあ提出物ノートって書いてね、名前書いて日付を書きます。最初に日付を書いて、で学校にとにかく持ってくんですね。で持ってって、先生に何かねプリントとかお知らせとかをもらうたびにそこにメモをしなさいと。そして家に帰ってきてからそれをお母さんに見せると、ね、まあお母さんでもお父さんでもいいですよ。お兄ちゃんお姉ちゃんでもいいですよ。そんでサインをすると。これポイントを毎日やるってことです。そして提出物もちろんプリントとかね何もないと決まりますよね。なければないで書かせるってことが大事です。とにかく毎日書いて、毎日提出物があれば書く、なければなしと書いて毎回見せると、こういうことです。これをまあ何週間か続けてれば癖になりますので、ピタッとなくなりますね。まあもし失敗するとしたら、まあ十分にあり得るのは親御さんね、お母さんお父さんの方がほら提出物ノートはと、ね、いうのを忘れてしまって、そして失敗するというパターンはあるかもしれません。でもその際はしょうがないですよね。ご自分も忘れちゃってるわけですから、はい、その場合はあまり責めないであげてください。とにかく親御さんが気をつければ必ずこれは提出物ノートうまくいくと思いますので、お悩みの方はぜひやってみてください。というわけで佐々木塾塾長でした。